パターンの回すパンダに関する情報を発信するサイト日本パンダの管理です。サイト解説から7ヶ月が経ち徐々に PV 数が伸びています。パンダの魅力を広め,広めるため多くの方に見てもらいたいのですが、基地の更新以外に何かやった方がいいアイデアはあるでしょうか。あとパンダの動画ひたすら撮り続けて YouTube に上げるっていうので、であの英語のタイトルつけるといいんじゃないかなと思います。あの結構そのパンダって珍しい動物なんですよ。 あのそもそもその中国の許可した国にしかパンダというのは動物園に輸出されなくてで確かね年間1億とたり1億とか払わなきゃいいけななんですよねななので結構厳しいんですよ条件が。なのでそこまでお金払えるよっていうあの金持ちの国ぐらいしか。あの